ません。お、来た。売りたかった。115万。いやー、しかしここ抜けると本当は痛いんだけどね。右サイド、まあ宮市がやってもいいんだけどさ。115万払う用意がありますと。130万どうですか。理解的スクの契約を130万。お、やった、代表します。お、いなくなっちゃったよ。貴重な右サイド、しゃないな。もう6ヶ月後に契約切れちゃうからな。よし、宮市を右サイドにして、左に新加入の、ディフェンス面で不安要素なんだよな。でもまあ宮市よりましたけどな。え、やべえ、苦労しちゃった。契約解除金払われちゃったよ。やべえ、クロチアタ問題が発生してしまった。ポルト行きたいよ、そりゃ。ポルト行きたい？え、どうしたらいいの？防ぎようがないんだけども。更新したばっかだし、契約。安いよね。薬金、もうちょっと高く設定したいんだけど。マジか。やめてほしいんだけど。契約更新したばっかでさ、いきなりそんなん。なくない？ダメだ、これちょっといなくなるかもしれん、クロチアタ。お、やったやったやった。クロチアタの FC ポルトに制約を引に達することができず、破綻となりました。その結果、FC ポルトは交渉から撤退しました。よし。あぶねえ。あらま、こっちも失敗した。マスタッチョの、マスタッキョの。なんだ、せっかく売れると思ったのに。どうせお前6ヶ月後に契約切れるんだからさ、言っとけよ。このゴールキーパーの子は取ってこう。はい。よし、2月になったぞ。いやー、クロチアータの契約解除金かなり危険だな。ロジノーネはね、ちょっとボロ勝ちしたいよ、俺。352で行きまーす。ちょっと疲れてんな。チャーターじゃなくて、今日はじゃあ、こうやって。じゃあ、ルカ時代にしよう、今日。いきます。見届けようと集まった大勢のサポーターで、よし、行くぜ。実況は私、西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。イタリアからお送りするセリアの一戦、すごい試合になるでしょうね。試合前にはどちらの監督からもこの試合を弱いからって手加減しないぜ。どんな作戦を練ってきているのか。おお、いきなりシュート打ってきた。ボールはキーパーの手の中へ。油断したら負けるよ。おいおいおい、そういうミスやめて。キャンベル仕掛けてくるのか。おお、マジで。このシュートはディフェンスがブロックして。危なすぎる。チャンスにできるか。さあどうする。おい、何を狙うのか。ああ、それがありそうだ。怖い。主審オフサイドか。プレーを止めます。怖すぎる。ボールを入れた。キーパーがコーナーキックを弾き出しました。何かしてきそうですが、板倉コー。どうしよう。いけ。ああ、惜しい。ボレーシュートを狙いましたが、枠を大きく外れました。さあ、スタジアムのテンションが上がります。やばいやばいやばい。何をしてくるのか。ボーイ。真ん中上げすぎ。わずかに上。
ホイッスル、ナイス。ボールを失った。おい、取れるよ。よし。おい、トラップ。下手すぎる。パスを返す。短いパスをつなぎ、様子を。打たれすぎだろう。飛びついて止めました。ここに来て明らかに試合の主導権を握っていますね。握られてますね。このコーナーでサポーターの声もひときわ大きくなりました。はい。怖い。これは大きく外れました。マークされていた。やばいぞ、これの展開。当てられなかったようですね。いずれ入るぞ。はい。いいよいいよ。はい、宮市。仕掛けてくるのか。クロスを蹴るか。ニアポストにクロスを蹴る。ああ、おっしゃ。決まりました。ヘディングのつもりだったけどね。ここで試合の均衡を破ってきました。リードしたとはいえ。いいよ、ボワドゥ。ちょっとアバスの影が薄くなってきてるよ、ボワドゥの活躍で。ゴールです。チャンスを見逃しませんでした。反応が素早かった。素早かったですね。ああいうボールを。できるとチームは助かります。いや、いいね。こいつがレンタルだなんて悲しすぎるぜ。取れるよ。このパスはカットされました。このパス怪しいよね。よし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 、行こう。いて、激しすぎるタックルでした。勘弁してよ。退場になってもおかしくありません。退場してよ。厳しい。急に厳しい審判。これはこの後の展開にかなり影響するんじゃないでしょうか。はい、急に厳しい審判。それでも諦めてはいけません。よし、アバス。何を狙うのか。これはああ、マジか。インターセプト。はい。よし。何をしてくるのか。ここから狙うのか。さあどうぞ。オーケー。ゴールです。いいよいいよ。こんな上でもフィニッシュです。かなりいい連携していますね。ディフェンス側は何をしていたんでしょうか。いや、これはいい連携でしょう。アングルからご覧ください。ナイス。監督の表情にも明るさが見えてきましたね。見えてきました。いや、フロジノーネ相手にはやっぱね、勝っていかないと。はい。ディフェンスを抜いた。はい。抜いてないよ。おい、ファール今。ああ、前半終了か。よし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 。いいぞいいぞ。後半のキックオフです。この調子でいくぜ。チャンスにできるか。よし、新入り系。狙える位置です。新入り決まるか。流し込めば決まる距離でしたが、一体どうしたんでしょうか。ひどいシュートミスになってしまいましたね。ひどいシュートミスとか言って言われちゃって。よし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 。プレッシャーに転べこだよ。よし。盛り上がりを見せるセリアですが、ここでホームチームの次節の対戦相手をご覧ください。ああ、長すぎるか。スルーパスが通るかと思いましたが、ここで勢いが止まってしまいました。あ、真ん中いける。あ、オフサイドじゃない。おい、ゴール。最悪や。まだビハインドとはいえ、これはオフサイドじゃなかった今。近い近いな。なってきました。ここめっちゃ真ん中空きすぎやろお前。バッカ野郎。勝利するというチームの気迫が感じられます。最悪や。せっかくのクリーンシートがクソみたいなミスで。スポーツ系のウェブサイトでニュースが流れています。バレンシアが新しい選手を獲得すると噂になっていましたが、やっと確定したようですね。はい、
シュートは入るか。ボールをキーパーが見送ります。おやべやべ、ここからどうするのか。よしよし、このパスは読んでいました。よしよし、惜しいよ。いいカウンターだこれは。何かしてきそうですが、スピード軍団。オッケー。あいつ殺人的なスライディングしてきやがった。危ねえな。オッケー、移籍後初ゴール。完全にやりに来てるよねこれ、こいつ。オッケー、個人の力でゴールへと結びつけました。あれ、これ違う、これベナリだな。ベナリ、あれ、左サイドのやつどこ行っちゃった。あ、左サイドのやつだいぶ遅れてきてんな。からこう来て、完全に殺しに来てんねこれ。こいつも殺しに来てるけど思いっきり思いっきり殺しに来てんじゃんこれ。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。取れる、よし、いいよ。おい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 、それはダメだろ、危ねえ。ここでシュートチャンス。さあどうする。危ねえ、ボールはポストに当たりました。あれだ、いや怖すぎる。ちょっとアバちゃん疲れてんな。どうしようか。いい、そうだね、サルセド久しぶりに入れてっか。うん、でミッチャンも疲れてるけどな。スピナリ、うん、トロモロや、トロモロ君入れとくか。トロメイロ君か。あー取れない。おい、棒立ちじゃダメ、やばいやばい。狙ってきたぞ。危ねえ、怖い。あれに反応するとは思いませんでした。ナイス、ルカジタン。コーナーからエリア内へ。おい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 、誰も反応してないよ。おお、うまいうまい、それうまい。中央へ入る前にカットされました。おい、誰が来るの。おいおい、ふざけたパスしてんじゃねって。かなり攻めている印象ですが、まだビハインドなんですよね。明らかに流れが来ているので、明らかに流れ来てるね。何をしてくるのか。引いて守っていますね。マジか。クリーンなタックル、ボールを奪いました。はい。よしよしよし、取れ取れ。このボールは直接相手の選手へ。よし、いいよ、いい飛び出し。マジ？キーパーが見事に対処しました。マジか。思い切りが良かったんですかね。スーパーセーブでチームを救いました。スーパーセーブっすよね。そうだね。ここはもうデミッチャン変えようか。チャーター。まずはね、ラート君出すか。勝ってるし。キャンベル。おし、取れる。おし、ナイスビビン。おい、そこを耐えられない。疲れてんのか。スタジアムのテンションが上がります。キャンベル、やばいやばい、変わってくれ。ゴールチャンス、バブねー。ゴールキーパーが果敢に飛び出しました。相手のミス、しっかりキープしています。いけいけ、これはよく残念。ラートいけ。さあどうする。ブッ、飛びついて止めた。いいタイミングで飛び込みましたね。せっかくゴールのチャンスを、お前。さあラストチャンスかな。ボールを入れました。中央へのボールはクリアされました。終わりだろ。終わりじゃないの。何分過ぎてると思ってんの。何やらそうとしてるの。
試合終了です。3分も過ぎてるんだけど、スタンドのこの反応はしばらく収まる。よっしゃ、まあ、当然の結果だけどね。1点は無駄だったな。でも13本もシュート打たれてるからな。フォワード9.4、ベナリ 8.9、 デミッチャン 8.6、 ミヤイチも 8.6、 いいんじゃないですか。ブッチェロの獲得に興味を持っているようです。ブッチェロのレンタルね、いいんじゃない。今んとこ出る機会ないからね。給料565円なんだ、ルッチェロ。安っ。全額負担してよ、もう。82入りって82で。安いからな、そんなの。そんな安かったんだ、クロチャータ。めっちゃレンタルいいじゃん、そしたら。高物件じゃないですか、このレ。いいでしょう。OK。ルッチェロ、レンタル出しました。次はネチェノア。そしてローマ。で、フィオレンティーナ、トリノと。で、順位は、まあ、当然ながら、ユベントスが1位。で、AC ミランが2位。ナポリが3位。インテルが4位。サッソーロが5位。そして、クロトーネ6位まで浮上しましたよ。相変わらずラッツィオとね、争ってますけど。11勝6分け5敗 EL 圏内って何だっけ。 EL 圏内って CL が 1,2,3 ぐらいだよね。 EL4,5,6 ぐらいかな。どうだっけ。アバスが一応まだ首位を回ってますね。最近ちょっとボワドゥ君が入ったせいで得点が止まってるけどね。アバスが18ゴールと、カバーニが2、インモービレが3位ですね。うん、アシスト、ベナリが9、アスパスと並んでますね。いいね、いいね。よし、ってことでね、今日はこの辺しときたいと思います。よし。もうちょっとでね、ようやく2シーズン目折り返し地点に来たんでね、どんだけ時間かけてんねんって話だけど、これほんとさ、次の FIFA が出るまで俺首位入りの優勝できるか不安になってきたんだけど、もうちょいだね。よし、せめてちょっと EL 圏内に入りたいと思ってるんでね、頑張っていきたいと思います。こんな感じでありがとうございました。ほうでした。